マスター・ジェアノートは天才的なキーブレードマスターであった。その姿を幾度も変えさせて光を守護するキーブレード使いたちの前に立ちはだかった。だがまだ終わっていない。トラバスタウンか。トラバスタウン、服も変わってる。って服変わってるし、リカ、どこだ。ソラ、リカ、どうやら今僕たちがいるこの世界はそっくりそのまま二つに分けられたらしい。サクラバネク、俺の名前。サクラバネク、面白い名前だな。いや、これはそうでもないだろ。か弱い私を守ってくれればいいでしょ、ナイト様。ナイト、俺はそんなのじゃないぞ。マジで返されても困るんだけど。マレフィセント、一体何が望みだ。ゼアノートを知っているだろう。どうして彼を。彼に聞いたのさ、世界の七つの純粋な光のこと。その七つの光を手に入れれば世界も手に入るとね。あれ、僕の鼻こんなに。きっと嘘をついたからこうなったんだ。嘘じゃないよ。ここで黒い服の人が空と遊べって言ったんだ。お前はここから出てはならない。ここだけが安全なのだ。これはキーブレード。わかってる、他の世界から来たんだね。実は僕も訳あって今はこの世界で重視をしている。ここは俺が知らない時間に王様がいた世界。ミニ、全然平気だから。僕、記憶なんかきっかけさえあればすぐに戻るよ。出ろ、ドリームイーター。ネクのそれもドリームイーターだよな。ああ、ソラにも使えるんじゃないか。逃がさない。お前は。おい、約束が違うだろ。やめろネク。なんで急に眠く。最初の旅で闇に飲まれた世界は再生された。しかしその中には再生が完全ではなく、眠りについたままの世界がある。そこにはゲートが通じず、ハートレスすらも侵入することはできない。故に世界の闇の大多数であるハートレスの代わりに、眠りに閉ざされた世界には別の闇が存在している。それは夢を食らう魔物、ドリームイーター。ドリームイーターの中には夢を食い悪夢を植え付けるナイトメア、悪夢だけを食う善良なるスピリット、二つの存在があると言われている。ハートレスと世界の心の扉が対の存在だったように、ドリームイーターを探ることが眠りの鍵穴への導きとなるであろう。
使徒様の言っていた世界が見ている覚めない夢の中、眠りを覚まさないと元の世界には戻らない。同じだけど全く違う別の世界、一つだけ思い当たるとすれば、これはまるで夢。ネク君は負けられないんでしょ。自分を諦めたら世界を諦めるのと同じだよ。なぜお前が。じゃあね、俺が探してくる。嫌な役目はいつも俺だ。フロローがここへ来るらしい。すぐ逃げる支度を。ご苦労フィーバス隊長。あれはミッキーたちのつもりか。あいつらはどこの世界でもいつも一緒なんだな。さよならズミニー。さよなら。もう餌になるのはうちだが、私も行こう。みんなは一人のために。一人はみんなのために。人は見た目だけで判断できないさ。俺には心を見抜いてくれた友達がいる。大丈夫、会えなくてもリキとはいつも心でつながってるから、ヨシュアの気持ちだって伝わってるさ。何者だ俺。心のない人形にも心は宿るか。お前たちにも心は宿るんじゃないのか。俺の名前はリア。記憶したか。お前は誰だ。お前も心を閉じ込めているんじゃないのか。あの時のやつ、何のことを言ってるんだ。お前以外の心を